2018年4月の15日、午前0時30分ですかね。どうもこんにちは。こんばんはだよ。こんばんはもういいところ。されてんのかな。もうこんばんは。まあ、そしておやすみなさい。早っ 早っていうか、普通の就寝時間ですね。漫画家にとっては宵の口のはずなんですが、僕もそんなに長くは配信せずに寝ちゃうと思います。いつですか？月末ですね。月末に太陽更新をドカッとします。そうですね、やるときはやる男なんですよ。登場したときより顔がキリッとして、めっちゃ強いんですよ。肩に担がなきゃ。ああ、そうですね。これ本当に肩に担げるやつですからね。これ。対戦車ライフルなんで、肩に担いで撃つ場合もあります。
綺麗な顔を吹っ飛ばしてやるぜってやつですよね。また新キャラ、また新キャラつくか、前の方でも出てたやつですか。前の方とか前の進化。眠気度数はいくつですか？結構迫ってきてますね。出てくる暗夜が暖かいですよ。寝てる場合はないかな。最初から修羅場のつもりでやらないと終わらないペースになる。
ちょっと疲れてますけどね。はい。頑張ります。黒光りなんですね。黒光り子供なげな顔すぎ。
れなんだ、そのコメントが。なんだ、これ何これ見たことないな、こんなコメント。何これ。すごいですね。すごい表示だ。こんばんは。ご視聴ありがとうございます。そうですね、マトリックスっぽかったですね。マトリックスのオープニングっぽかった。まあまあ細かいことはあんまり言わない方がいいのかな。うん、細い展開についてはそれはそれはまあ悪気ですね。今回151ページになりました。
じゃあ、この間はワン先生チェック済みでしょうか。いや、まだですね。これは、セリフのやり取りと結末と、まだ下絵が入ってないんで、下絵入ったらチェックしてもらいます。原稿せずに落書きしてたら一日、ああ、いいなあ、そんな一日過ごしたいな。落書きで一日が過ごすぎるなんて。最高じゃないですか。これはしい。ちなみに落書きで何を書かれたんですか？これ文字化けなんですかね。こういう文字なんじゃないの。もう分かんないけど、すごいですね。これマトリックスのオープニングか、もしくはネオが覚醒した時に見えちゃうやつだ。ルフィの顔怖い。いや、眠そうと読みます、うん、嬉しい嬉しい、もう森姉ちゃん見切れして泣きました。あれ、過去には書いたメールが張り切らなかったんですね。守りとするのを引っ越したかったですね。
なるな。あの飛び出してる文字自体は何て書いてあるのか読めないですよね。モルデキガルキを書いてあると眠くなりませんか。いやこんなもんではないので、今回は、この方の騒ぎではないんで、ね、ちょっと。
なんか今日はなんかベルギーが、ベルギー対イギリスの試合が今やってるのかな。結果がちょっと気になりますね。ベルギーが先制したっていうところまでは見ました。ベルギー勝つかな。3位決定戦。日本言うとやっぱね、日本を下してるからベルギーに優勝してもらいたいところでしたけど、わかった、マジで。おお、やった、やりましたね。やりましたね。3位か。じいさんもさすがに今回は見てるかな。ですよ、ジンさん喜んでみたいですよね。めでたい。実質4位おめでとうございます。実質4位だ。実質4位だ。実質4位だ。お疲れ様です。天水木とかね、来なきゃいけない。
そうですね、コンビカリ教は割と絡みますよ、水木さんもう結構寝てますからね、なんだかんだで、うん、週刊連載の時に比べるとしっかり食ってるし、もう寝てるし、そんなに体に悪いことはしてないですよ。伊藤にあるお地蔵さん本当だ伊藤にある
っぱ秘境といやあれですね、なんか、アステカ文明のなんか祭壇が新しく見つかって、で、エジプトでは黒い棺が、なんか何入ってるのかよくわかんない棺が見つかって、ギリシャの方では何だっけ、ヒエログリフが見つかったんだっけ、なんか考古学的な発見が次々ですね、最近。で、ニュースのつぶやきになんか失われたアークのね、あのなんだレイダースのラストシーンとか貼ってる人がいてるんだけど、絶対開けちゃいけないやつじゃんみたいな感じで、インディ・ジョーンズで揃った僕としてはワクワクする話でしたね。スプリガンっぽくもある。新人さんに指定できないんですよね。こんな感じで書いてって言っても、練習してもらうしかないんだけど、割れてる感じとかね、割れて砕けてこんな感じに飛びついてますって言っても、なかなかね、やっぱ、イメージ通りに回ってこないから、ある程度は自分で書かないといけないですね。だんだんうまくはなってきてるから、みんな新しい人たちそうですね、マンションの基礎ですかね。一回基礎の中国の塊ですね。育てるの超重要じゃないっすよ。育てるのが上手い人は、なんだろうな。あれじゃないですかね。あの今、伊藤みきおさんが、伊藤先生があの漫画にされてますけど、松木先生の仕事場とか、そこはすごかったんじゃないですかね。すごかったっていうか、なんか、まあ、みんなの士気が高まったんでしょうね。なんか、アシスタントって誰かがこう、育てるというよりは、それぞれのやっぱ士気で、お互いにね、あのやる気のある人が集まれば、お互いに影響し合って、いい方向にね、みんな動いてるでしょうし。集まってくる人たちも、そのモチベーションが場の力を作り上げるから。僕のとこでデビューしていった人、僕のとこに入ってデビューしていった人っていうのは別に なんか何か教えられてとかじゃなくて、自分で最初から上手い人でしたからね。自分で書くようになる人って、お寿司とビールもやる気につながると思う。ああ、本当ですね。本当ですね。なんかどっかで聞いた話だな。なんだろう、お寿司とビールって。本当記憶にないな。松木先生、ごめんなさい。全然お人柄がスタッフに、ああ、それはね、一番伝えちゃいけないやつじゃん。俺の人柄なんて。まあ、そうだな。そうだな、やっぱ集まった、その、
やっぱ時期によってね、その手伝ってくれてる人のメンツも違いますし、集まってる人たちもどういう人たちかも違うので、時期によってやっぱそういうの全体の意識のあれはバランスはありましたよね。どこもそうなんじゃないですかね。その漫画に限らず。ビールのように掘りがい思い出ですね。そんなうまいこと言わなくていいですから。本当にね、本当にもうどうペン線引いてもうまく引けないというか、もう OK が出なくて、本当きつかったっていうのは確かですからね。あのハードルが高かったっていうのはありますよ。僕もね、なんか何も分かんねえくせにビールが煽ってって。見る顔って帰りやがってっていう話ですけど、まあ確かにね、確かに俺もそう思うんですけど、まあその日の感じで言ったら飲まなきゃやってらなかったっていうところもちょっとありますからね。すいません、なんかだったら表で飲んでこいよって話ですけど、本当は月先生のところは線の質が厳しいですね。はい、ああ、誕生日プレゼント、ああ、それはまだ届いてないと思いますね。そんなしょっちゅう編集部から届くわけではないので、すみません、送っていただいたんですね、ありがとうございます。まだ受け取ってないですけど、先にお礼を言わせてください。ありがとうございます。スタッフさんからもね、誕生日プレゼントいただきました。とか間違えてないか心配で、今多分大丈夫じゃないですかね。あのヤングジャンプに送っていただいている、少なくとも集英社に届いていれば俺の名前当てになってるのであれば担当者のところに届くんじゃないかな。どうなんだ、無責任なこと言わない方がいいか。今日は誰かのものを送って、村田先生が入って、マジですか。ありがとうございます。光栄です。早く届くといいな。ある程度まとまった段階で、その担当さんが送ってくれるんですよね。で、それが別にあの定期的に送られてきてるわけではないんで、そのうち多分送られてくると思うんですけど。
じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ドローンさん。T シャツすげえ使わせてもらってますよ。竹富島の。誕生日のコメントをね、ツイッターでいただいてたから、一人一人イラスト返そうかなと思って、当日コメントくれた人にね、一人一人返してたんですよ。ツイッターの画像欄ね、メディア欄がえらいことになっちゃいましたけど、まあいいか。ただな、誕生日の当日、かなり、早めの時間にコメントくれた人は、なんか返そうと思ったのに、コメントが流れちゃってて返せてなかった人も何人かいたかもしれないです。申し訳ないです。当日以外に当日以降にコメントくださった方にもなんかお礼言っておかないといけない。リーさんもなんか送っていただいたんですけど、なんか返事を出しました。喜んでいただけてよかったです。やってよかった。やり始めたら結構時間かかっちゃって喜んでいただけてよかったです。ありがとうございました。お会いしていただいて、ここにも何がしかお返しをさればね。
先生は油絵とか水彩画は描きますか？まあ、水彩は昔はなんか水彩で塗ってたんで、まあ、水彩で塗れば全部水彩画かって言ったら、まあ、いろいろあれはあるんでしょうけど、まあ、水彩でやってましたね。で、油絵はまだやったことないんです。いつかやってみたいんですけど、ただなんか油絵で やるのと、そうかな、なんかこう油絵で描くんだったら、見てたらいいのかな。抜け画とか描いてもしょうがないかな。何か油絵で描くべき何かがあれば描いてみたいですね。スタイルにこだわることにはあんまり意味ないんだよな。何のスタイルっていうか、まあ画材ですよね。どんな画材でと。別に水彩絵の具使っても油絵風に描けば、描こうと思えば描けるっちゃ描けるので、適した題材があれば描いてみたいですね。文化のバングの表紙は油絵の具。ああ、あれは水彩絵の具を厚塗りしてるんですよね。水彩絵の具の厚塗りはね、結構昔から、厚塗りの質感というのが好きで、水彩絵の具を使ってよくやってたんですけどね。ああ、しかし眠いな。眠いな。ちょっと目が霞んできた。無理はしないですけど、
そうですね、ベルギーは史上ベストだって言ってましたね。疲れちゃってもう。腕組みと顔以上にならないな。まあ、
セヒンガルにあれですね、オイクスルを渡して、スタートの笛吹いてもらう感じですかね。そっちの方が調子出るんでっていう。
チームスタートを書くのが難しいな。ちょっと疲れたんで休憩しますね。はい。ちょっと横になります。じゃあまた、起きたら次に行きます。